アヤナンの離婚宣言を皮切りに大騒動となっている東海オンエア。あまりの荒れっぷりに、一時は崩壊オンエアというワードが X のトレンド入りを果たしたほど、東海オンエアメンバーで離婚宣言を突きつけられたのが、現在病院で療養中の芝優だ。妻アヤナンと SNS 上での公開夫婦喧嘩を繰り広げる中、ある問題発言をしていた。芝優はなんと、一般人女性と不倫をしていた事実を暴露したのだ。当初は精神状態が不安定になっていた芝優のただの冗談、アヤナンに対する当てつけなのではと考えられていた。しかしその後も芝優は徐々に相手女性の情報を開示していったのだ。さらにその投稿をもとに多くの推測が進められ、不倫の事実が真実味を帯びてきているのだ。今回は接近禁止の妻アヤナンに代わって、芝優に寄り添った不倫相手 S さんの正体について解説していく。あ、じゃあ重大発表するわ。一般女性と結婚しました。普通の幸せを見つけに行きたいと思います。 SNS 上でアヤナンからの離婚宣言を受け、精神的限界を突破していた芝優が突然こんなポストを残した。アヤナンと婚姻関係にある以上、他の人と結婚できるわけがない。明らかに不安定になっていた芝優の様子から、この発言に関しても何かの冗談か、離婚宣言に対する仕返しかという感想がほとんどだった。しかしその後も芝優はこの女性に関しての投稿を続けていく。もちろん結婚期間とかぶって交際していた時期はありました。不倫です。世間の言い方は不倫ですけど、真実の愛なので僕的には問題ないかと、などと投稿したのだ。真実の愛だから問題ないと開き直ったような発言をする芝優。しかしここでもまだ信憑性に欠ける。何せ芝優はこの時明らかに精神的に異常をきたしていたからだ。しかしこれ以降も芝優はこの不倫相手に関する情報を詳細に投下していったのだ。あ、そうだ、一般女性と結婚したって言いましたよね。あれガチです。顔出しはしません。年上のありのままの柴田雄介を愛してくれる素敵な人です。ネットの部分を知らずに好きになってくれたので、愛とはこれなんだと気づきました。名字を柴田からその人のものに変えたんですけど、非公開です。でもその人の名字も S なので、 S 雄介に改名します。このことから相手の女性は S さん、柴雄より年上としているため30歳以上ということになる。そしてさらにこの女性の存在の信憑性が高まっていく。騒動の最中も芝優の投稿は続いており、その中には明らかに芝優ではない誰かが撮影している写真や動画も投稿された。そして注目すべきは芝優が自身の X に投稿したある動画だ。この短い動画内で芝優はアヤナンと東海オンエアを挑発するような発言をしているのだが、注目すべきは芝優のサングラスに映り込む人影だ。おそらくこの動画を撮影した人物であり、これが問題の S さんなのではないかと言われているのだ。確かによく見てみると、カメラを構える人物の手と、ミニスカートから出る太ももと思われるものが確認できるのだ。そして、その佇まいはほぼ間違いなく女性だ。さらに、この芝優の不倫発言が事実であることを証明する根拠はこれだけではない。先日釈明動画にて今回の騒動について言及した徹也の発言と、アヤナンが自身のチャンネルで過去に語っていた内容に食い違いがあることも発覚しているのだ。芝ナン夫妻の SNS 上の喧嘩は次第に東海オンエアリーダー徹也への批判合戦に発展。これを受け徹也は今回の騒動についてと題した釈明動画を公開した。アヤナンのネットリテラシーや岡崎移住妨害疑惑など様々な疑問への回答をする中、東海オンエアの活動頻度について言及した。というのも世間からはリーダー権限で芝優を東海オンエアの活動に縛り付けているのではないかという声が上がっていた。これはアヤナンがワンオペ育児に関して愚痴をこぼす投稿があったことに起因するとみられる。これに対し徹也は東海オンエアとしての活動は実質週3、4日だけだと説明。仕事の都合でばらつきはあるものの、例えば撮影費と家族の用事、子供の運動会などが重なったりした場合にはメンバーみんなで快く送り出していると話した。それもメンバー全員で話し合った結果であり、徹也の独断では決してないと訴えた。一方で妻のアヤナンは
自身のチャンネルに投稿したある動画内で愚痴をこぼしていた。芝優の撮影は収録で行われていると強調し、芝優の休みが少ないことを不満に思っていたようだ。騒動が起きてからも、家庭のある芝優にもっと時間を与えてほしいと徹夜に向けて話していた。つまりこの二人の発言をまとめると、芝優は妻には撮影だと偽り、メンバーには家族の元へ帰ると嘘吹いていたことになる。そしてその結果発生する空白の週3日間、芝優は一体何をしていたのか。そう、この3日は S さんと過ごす時間に充てられていたのではないかと言われているのだ。 S さんの正体に近づくヒントとして挙げられているのが、芝優が騒動の間滞在していたホテルからした投稿だ。投稿は手書きのメモで、ホテル名の書かれた紙に、遅すぎ不合格、親友なんだから全てを投げ出してこい、何か意見を3行で述べよ、と書かれているのだが、この筆跡が女性っぽいと言われており、芝優の筆跡ではないという説が有力なようだ。ちなみに芝優が書いたとされているのが、アップされた画像の下の方に見切れている、謝りたいと書かれた字だと言われている。さらに注意深く見てみると、恋の文字が旧字体になっていることがわかる。筆談の段の字も略字となっている。そのため旧字体を使うほど年配の女性なのではないか、もしくは漢字を使う国の国籍を持つ女性なのではないかという説が出ているようだ。ちなみに芝優は一向に自身の元に現れない徹夜をはじめとする東海オンエアメンバーに不満を漏らしつつ、支えてくれる S さんへの感謝も述べていた。まあ俺には最愛の S さんが真実の愛を教えてくれる保証があるけどね。これでもし孤独だったら出たかもね。あぶねえ S さん、ありがとう。複数の投稿や過去のデータから S さんのプロファイルが完成していく中で、芝優の不倫現場の目撃談も上がっている。芝優やっぱり不倫だったか、やっぱりあれ芝優だったよね。私以外も気づいていた人いて安心した。変装してたつもりだろうけどバレバレだし、あんな普通に不倫の女連れて街中にいるとは思わなかった。友達とは言えない雰囲気だったような。企画だと思ってたけど、特にカメラも持ってなくて、あやなんの騒ぎ見て確信。三重県の長島アウトレットで9月25日にいましたね。あれは芝優だと思います、などと、三重県で芝優と女性が一緒にいる現場の目撃談が複数投稿されているのだ。さらに芝優が滞在していた問題のホテルも三重県であることが判明している。そのため問題の S さんは三重県出身、もしくは三重県在住の人物なのではないかというところまで特定が進んでいる。そして彼女の存在を決定づけたのは他でもない、妻あやなんのある投稿だ。芝男夫妻の SNS への投稿が落ち着きを見せ、収束かと思われた20日、リーダーの徹也が芝優が病院に向かっていると公表した。芝優は自身がパニック障害を発症しているという趣旨の記述もしており、結局入院する運びとなったのだ。この投稿のあと、妻あやなんも SNS を更新。そしてあやなんは芝優の病院行きを阻止したいと明かしていた。あやなんはまず現状について、今現在ウー君のそばにいるのは私でもなく東海オンエアでもない、この件には全く無関係の人たちです。この人たちに今接近を禁止されていて、私のチーム、東海メンバーチーム、ウー君チームの3班に分かれている状態です」とコメント。そしてこう続けた、今ウー君のそばにいる人たちはウー君を病院送りにしようとしていますが、私はそれは阻止したいと話した。その理由は、診察や投薬治療は受けたくないと芝優本人が話していると人づてに聞いているからだと主張。そして全員が揃ってウー君の前に現れて何時間もかけて話をすれば今より必ずいい状態になると私はそう信じています。間違っているのでしょうか、と一刻も早く自身がそばについて直接話をしたい思いを打ち明けたのだ。そしてなんと翌日、あやなんは行動を起こす。接近禁止と言われている中、昨日私は一人でウー君のいるところに到達しました。ほぼ強行突破で行きました。40分ほど滞在する中でウー君は私にたくさん物を投げ罵倒しました、と話し、芝優の元に押しかけたことと現在の夫の症状を明らかにした。そして夫の病床であやなんが目撃した人物こそ、ここまで紹介してきた芝優の不倫相手
S さんだったのだ。アヤナンは SNS で不倫相手の女性に対し、今ウー君が一緒にいる女の人は何を考えているんですか、ウー君を返してくださいと呼びかけていた。アヤナンは女性の連絡先は知らないものの、以前に会ったことがあると話し、あなたに初めて会った時なんか嘘くさい何かを感じたんですとまで言っている。さらにアヤナンは女性が自身の携帯で柴優のアカウントにログインしているのを知っているとし、これまでの柴優アカウントへの投稿が彼女の手によるものなのではないかと言い始めたのだ。そしてもしそれが柴優の指示であっても本当に彼を思うのであれば止めてあげてほしかったと語り、歪んだ愛情を注ぐのはもうこれ以上やめてほしいと訴えた。その上で、本当にあなたはウー君とこれからもずっと一緒にいれるんですか、その状態のウー君と共にずっと生きていくんですか、そうとは思えないです、都合よく使って捨てるように思える、決めつけて申し訳ないけどと話した。結局現在のところこの S さんが誰なのかははっきりとはしていない。今後アヤナンがこの女性の正体を暴露することはあるのだろうか。柴優は過去にもアイドルの西井まりなとの不倫疑惑が浮上していた。さらに風俗通いの事実もリークされている。もっと言えばアヤナンとの交際もその時に付き合っていた彼女から乗り換えた後結婚に至っているのだ。他人の恋愛観に口出しをするつもりは一切ないが、やはりこういうことは繰り返してしまうのが世の常。果たして柴優は S さんとの関係に本気なのだろうか。あれだけ人気の YouTuber であればモテることは間違いないだろう。仕事のストレスや疲れで自暴自棄になっていたのかもしれない。しかし現在2児の父でもある柴優、どうか子供たちにはできるだけ影響のない形でこの騒動が終結することを願う。